一番右下に第7回全国大会決勝みたいなのがあるんで、ちょっと遊びでやってみます。トーンプーエ60ゴールド。大会詳細はよくわかんないんですが、別に、じゃギャンブル卓、参加資格500ゴールドか。じゃあまあ上級卓でチップ稼いでくださいっていう流れかな。あらら。そうだ。じゃあ一般卓で、こっちしかないですね。あ、なるほど。上級卓は12時からでしか打てないんで、例えば、10段の人でも、午前中に1倍は一般卓で打ってるのか。なので、午前中に一般卓入ると、5段以上の上級卓打てる人たちが普通にいると。まあ、上級卓だと1茶80、4茶マイナ60。一般卓だと1茶が75、4茶がマイナ80なんで、あとは、まあ締まりがある麻雀が上級卓の方が打てる気がするんで、上級卓を打てるときは当然打ちます。まあ、せっかく5段以上なので、まあ、今後落ちる可能性も考えて打てるときは上級卓を打ちます。ちょっとこれ面前で、あ、ここ引くとちょっと話違うな。チューンドラドラで泣いてもいいかもですね。ジャンプか。ちょっと意図しないけどチート位置っていうか5と1になっちゃったので、チート読みてるっていうよりはメンチ手を見ながら5と1はちょっと保留しておくっていう感じですね。私は3ピンは裏目、まあ、チュン泣いたこと時を考えて数ピンもともとジャン等にしてたつもりなんで、あー痛いね。ちょっと、よく、こいつと、メンチ手は両天秤にすると、失敗すると、あちらこちらで、いう人が言う通りになっちゃうんですね。ちょっと、ピンとソード恨めたんで、そんなに積極的に攻めなくていいかなと。あれ ?3 増ぐらいは通ると思ったんですけどね。ちょっとこれはダメな振り込みですね。攻めないで回し打ちでロンしちゃ、されちゃった。ちょっと今のはみっともない。いくらでも回避できた。むしろベタ折りした方が良かったなぁと思いちゃう振り込み。まあ両方を取ろうとすると2等を追うもの1等も得ずっていうことですね。ただ今のはなんか3増通る確信があって、別に数字切れてなかったんですけど、3増は通るなぁと思って普通に切ったんで、ウーソー切れて1469、でもイーソーは切れていた、チーソーあたりも切れてたんで、ちょっと、っていう振り込みでしたね。
自分からスリット。これはまあリーチドライチになれば上はタンヤオかトイトイかとピンズの染め手ではないと思います。でこういう時にあの捨て牌読みリオンで手の中からピンズが出て、ピンズ以外がもし出てきたら、手出しでピンズ以外出てきたら、あ、急走出てきたんで、あ、染め手じゃなかったと。この3ピンで、あれピンズ余ったのかな、それともピン、染め手じゃないのかなっていうのを判断するために、その後の手出し理論を使って見ると。そうすると手出しで急走出てきたんで、あ、染め手じゃないな。トイトイ。でもトイト落としなんで、単用ですね、トイトイじゃなくて。トイトイであればこれ急走2枚落とさないんで、まだ2枚残ってますし、ポンできる可能性ある。で、ドラもつもぎりなんで多分テンパイしてますね。あとは単純に、あの、単用じゃなくてここかもしれないですね。どうしようかな。ここのシャンポン、オナテンっていう可能性も当然あるんで、単用か自敗かなと。手出しの1。2000、4000。ちょっとめった打ち食らってますけど、まあ、麻雀やってれば、気になります。ただ、ちょっと、ダメな振り込みをしちゃったんで、という感じ。おう。ソウルで3面ずつ、チーピン、ジャンとか、6、9ピンもありと。9番とりあえずいらん。ソーズ3面つか、ソーズ 2面つ1ジャン等かな。攻めたいんで、点数も十分攻めたいんで、こんなんか抑えないで。まあこれ7、8、9は別に、そんなにあの、役に固執する手じゃないんで、天地1なんか持ってきたくない、持ってきたくないんで、こんな早い順だから。まあ、9番切って、裏めたっていう感覚ではない。この辺がいい傾向になるか、総数が何積もってきても伸びそうな形なんで、ローピンは欲しいな、数ワンも欲しいな、ドラ回りでもよし。ただもう十順目か、全く手が伸びていかない。ワンピンを取っておけば正解だったのか。あと9ピンまだあるんで、9ピンまだ1枚しか引けないし、ここは7、8、9になる可能性も考えて、で3番か相図にくっつけてですかね。ピンズ裏めてる以上、チーピンにくっつけてっていうのはちょっと難しいんで、相図が複雑な、シーソーの感はまだ残されてます。4番2枚、2番4枚、めくり合いですね。シーソーから届かん、
コーラス親、ここでトップまでいかないと痛いですね。789ちょっと親なんで、789とか初ドライキで十分だなと。トンチュンもまあ重なる気がしますし、これでもう十分だね。初ドラドラ、初ドラスタン。初いきなき。初ドラドラ。面前だとちっちい。すげえ。ちょっと初ドラ3で1万2000ありますし、これ3個も見えるんで、シャンポンだったらリーチかな。三蔵は残り2枚。数層ポンされての三蔵のシャボ待ちはいいかも。山頂から引いてきたら回転のリアンワンタンキー。お、留意層か。しかし初はこちらが持ってる。しも初ドラさん4000円、1万6000ひっくり返るんで、同点2か。あ、リーボー入るんで、トップまくったかな。あ、まあ、シャーニューですけど、MJ はシャーニューないんで、まあ、まくりましたね。天砲だったら次の1個。まあ、トン一曲の、中途半端な満貫振り込みは、あれはダメな振り込みなんで、あれはそう見ても、仕方ない矢の振り込みではないので、まあ、あれが、敗因ではないんですけど、苦戦した原因という感じの一曲でした。まあ、こんな感じかな。まあ、どうもありがとうございました。